こんにちは。意識を取り戻すのはこれで2回目ね。どうして私を縛っていないんですか？余計な心配はしなくていいわ。首はちゃんと縛ってるから。首？これは。あなたの弱点は、まあ、あなたに限らず人類の弱点は首だから、そこを牽制しているだけよ。なるほど。この首輪には私が何かするとキューッと締まるという仕掛けがあるとかですか？それはあなたの想像にお任せするわ。ドキドキワクワクだね。それで、お二人のその格好は何ですか？数時間したら仕事が始まるから、先に着替えておいただけよ。あなたへの尋問よりも、今日のお仕事の方が大事だわ。お金がないと食事さえできないもの。仕事？一体何の仕事なんですか？喫茶店だよ。日本のお茶が飲める喫茶店。ちゃんとした日本のお茶が飲める店って珍しいんだから。なるほど、日本風喫茶店ですか。袴と割烹着は日本らしいと思いますよ。しかし、そのメイド服は何ですか？日本全然関係ないのでは？何がどこで間違ったのか私にもわからないわ。だけど日本というとメイド服を思い出す人が一定数いるのよ。
イギリス人やフランス人のメイドの作業着がどうして日本を連想させる服になっているんですか？サブカルチャーでの勘違いがいろいろと迷走してそうなってしまったらしいけど、あまり深く考えなくていいわ。とにかくそうなっているのよ。日本の喫茶店といえばメイド服って考える人がいるなら、そういうお客さんを逃しちゃうのはもったいないじゃない。それにメイド服って可愛いから、あんまり細かいことは考えなくてもいいんじゃないかな。胸を強調する服を着ておいて、恥ずかしげもなく可愛いからいいで済ませるとは、巨乳の凄みを感じずにはいられません。あなたの言う通りだわ。どうしてそのことだけでは一緒になって私をいじめるの？別にいじめてはいないわ。万人にとっての真実を確認しているだけだわ。その認識をどうにかして改めることはできないのかな。残念だけど。諦めが早いよ。全世界の共通認識を私の力で変えることは無理だわ。世界じゃなくてキリの認識が歪んでるだけだよ。さてと、術比べで負けたのだから名前くらいは教えることができるわよね。名前は分かりません。記憶がありませんから。根性があるわね。まあそういうならいろいろするだけの話だわ。やめてよキリ、そういうのは私が全部受け入れてあげるから、被害者をこれ以上増やすのだけはやめてあげて。メアリーを被害者にするつもりはないわ。メアリーにするのは娯楽で、こっちにするのは邪魔な小石を排除するような行為だから。なるほど、私は小石ですか。違うのかしら。言っておくけど、私は小石を排除する作業が好きよ。そういうのが苦にならない編集的な性格だわ。中国の古典歴史小説の三国志に、反乱を起こした敵を振幅させるため反乱を起こすたびに捕らえて解放するという行為を7回も繰り返したという逸話があるのよ。七小七金という言葉にもなっているわ。それをやりましょう。
納得がいかないから反抗的な態度を取るのでしょ。いいわ、いつでもかかってきなさい。あらあら、全身に力を入れたらダメだわ。無骨無回術を使うつもりなら体を柔らかく保っていないと。さあ、いつでもいいわ、かかってきなさい。これは面倒なことになるんじゃないかな。いい雰囲気を出せるわね。感情を操作してそれを出しているなら大したものだわ。触れたものと肌の間を真空状態にして密着するのがあなたの術の肝なのでしょう。円柱状の棒手裏剣との間にも真空状態を作れるのかしら。円柱は接触面が小さいわよ。あ、その持ち肌でくるんで接触面を増やすのかしら。それができたとしても棒手裏剣の先端を包み込んで捉えるのは難しいんじゃないかしら。捉える前に突き刺さるわ。ゴムみたいな体だからって刺さらないわけではないでしょ。No!
やめようよキリ、これ以上怒らせたら何か大変なことが起きちゃうと思うよ。そう思わせるのが彼女のやろうとしていることだわ。それに付き合ってあげるなんてメアリーは優しいのね。優しさの問題じゃないよ、絶対に良くないことが起こるってば。あなたがそう呼ぶところから始めたいというなら、私は一向に構わないわ。え？何？なんて言ったの？彼女は私のことをお姉様という特殊な二人称で呼びたいらしいわ。って何それ、忍者の隠語？隠語といえば隠語かもしれないわね。だけど女学生とかの隠語であって忍者の隠語ではないわ。そう、ありがとう。ありがとうだなんて、そんなお姉さま。ちょっと待って。意味がわかんないんだけど。それとお姉さまって何？嫌な予感のする言葉なんだけど。お姉さまというのは英語で言うとエルダーシスターになるのかしら。
シスターなの？日本では師匠が同じだったり流派が同じだったりすると親しみを込めて年上の女性をお姉さんと呼んだりするわ。お姉様はそれよりも強い親しみと尊敬がこもった言葉ね。女学生が特定の年上に対して使ったりするわ。強い親しみと尊敬。お姉様、僭越ながら愛情と言った方が分かりやすいのではないですか？うるさいですね。どういうことって、そういうことです。お姉様は私のお姉様になったということです。ダメ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 、愛情とかそういうのはダメ。キリは孤独に生きる運命の女の子なんだから、愛情とか与えたら死んじゃうんだから、離れてやめて。もし私がそんな存在ならとっくの前に死んでいるわよ。だってメアリーからたくさん愛情をもらっているもの。こういう時に愛され慣れたこと言うな。もう何なのその性格。どんだけ両親に愛されたらそんな傲慢な人格を形成できるわけ。信じられないよ。自分の名前も言えないくせに、なんで愛情の押し売りをしちゃってるの？おかしくない？別に。別にじゃねえ。だから茶葉が劣化するからむやみに炎を出してはダメだと言っているじゃない。そんなこと言ってる場合か。愛情とかそういうのはダメなんだから。心配しないで。何があっても誰が現れても私の一番はメアリーよ。そうね、じゃない！舐めてんのか！